どうも、坂本整体院です。年を重ねるごとにどんどん姿勢が前かがみになって悪くなっていく人っていますよね。もう本当に姿勢限界までいっちゃってる人なんか、地面見て歩いてるぐらいの人っているんですよ。でもこんな風になってしまった人でも、昔若い頃はそんなことなくて普通に生活してたわけなんですよ。今現在そういうような姿勢で生活しているような人も、特に生まれた時体にどっか問題があったわけじゃなくて、周りの人たちと同じように生活してきたのにそうなっちゃう。そうならないためにいろいろ手を打ってきたんでしょうけれども、結局どうにもならないで、最終的には年齢やから仕方ないっつって諦めちゃう。でもこういった人たちって、実は僕が見てきた中で年齢が原因でそうなっているんじゃなくて、そこに対して適切な処置をしていなかったからそうなっている。実はこういう人たちの方が圧倒的に多いんですね。こういったもったいない、ただ自分がなんで姿勢こんな曲がっていってるのか、その本当の原因を知らない、そのせいでそんな姿勢になっちゃってる人、すごく多いんですよ。なので今現在ね、そうなってきて悩んでいる人、これから先そうなりたくないって思ってる人ね、今からそうなる理由をお伝えするんで、そこをしっかり理解してください。じゃあやっていきますね。はい、じゃあ今から姿勢がですね、こんなになってしまう本当の理由なんですけども、その前にまずあなたですね、なぜ姿勢がこんな風になってしまうんだと思います？これはね、ほとんどの人っていうか、もう多分全員だと思いますけど、考えてること分かるんですよ。何が原因でこうなっちゃってるのかって思ってるかっていうと、年齢ですね。で、筋力不足なんですよ。支える筋力がないからこうなってしまっているっていう考え方になっていると思います。だからみんな姿勢を崩さないために必死に筋トレするわけなんですよ。でもやっぱり筋トレしても年齢で落ちていっちゃうようなこの筋力ですね、これにはやっぱり抗えないなと思って、やっぱ年のせいやから仕方ないなって諦めちゃうとかですね、やっぱこういう風になっていきやすいんですよ。で、確かに筋力不足全く関係ないとは言いません。関係あるっちゃあるんですけれども、そんなよりももっとね、でかいのがあるんですよ。一番最優先で直してあげないといけない部分があるんですね。そこを分からないで筋トレしてても効果が出ないんですよ。まずそこを知ってください。でなんですけれども、姿勢ですね、こういうふうに横から見た時なんですけれども、むちゃくちゃ大雑把に言いますけれども、前の筋肉と後ろの筋肉があるわけなんですよ。で、前の筋肉って縮むと全部体は前に行くんですね。後ろの筋肉って縮むと体って全部こう反っていくんですね。で、高齢者、年を取っていく人って姿勢どうなってます？みんなこうなっていきますよね。年取るごとにこうなっていく人っていないじゃないですか。まあいるとしても、腰痛くて反ったら楽なんですよとかっていう人ぐらいですね。こういう人がたまにこういう生活習慣で動いている。それ以外はまずこうなるんですよ。なんでこうなるのかっていうことなんですけれども、筋肉ですね、前と後ろの筋肉、この縮める筋肉とこの後ろに伸ばす筋肉ですね、そもそもこの筋肉でどちらの方が強いのかっていうことなんですけど、このまっすぐになった状態って、こっちにこう縮む力、こっちにこう縮む力が拮抗しているからまっすぐになれるわけなんですね。つまりこっちに 50% の力で引っ張られる、で後ろにも 50% の力で引っ張られているこの筋肉がですよ、このおかげでちょうどまっすぐになっているんですよ。で、この状態が崩れた時、つまりこっちの力が70になって、こっちの力が30になっちゃったら、こういう風になっていくんですね。これが80、20とかになっていくと、どんどん前にかがんでいっちゃうわけですよ。で、人間って曲げる筋肉とこの後ろについてる伸ばす筋肉、どっちが力出るかっていうと、曲げる筋肉なんですよ。こっちの前についてる筋肉の方が力出るんですよ。これはあなたもやってもらえれば分かりますけども、どこの状態でもこのこう曲げる筋肉とこう伸ばすときってどっちが力入るかっていうことですね。腕もこう曲げるときとこう伸ばすときどっちが力入るかっていうことですね。全部曲げていくときの方が絶対力入るんですよ。これはもう誰でもそうです。っていうことは、何もしないと人っていうのはこっちの筋肉の力の方が強いんで、こっちのが先にダメになりやすいんですね。で、ここまで話を聞いて、じゃあこっちの筋肉が強くてこういう風に曲がっていってるわけですから、あ、簡単やん、こっち側の筋肉むっちゃ鍛えてやって、もう一度50対50にしてやればこうなるやんって思うと思うんですよ。で、これって世の中で結構当たり前に言われてるような常識的なことなんですね。だから筋トレしてこういい状態をキープしましょうっていう話になるわけですけれども、これだけ聞くと確かにこれで解決しそうなんですけれども、実はじゃあこれやって姿勢戻るかっていうと戻んないんですよ。僕もこの業界駆け出しの頃はこういった理論とかを信じてたんで、
あ、筋トレさせてね、姿勢戻るって思ってたんですよ。でもやっぱ戻んないんですね、本当に。いくらやっても戻んないです。戻んないから最終手段なんていうかっていうと、年のせいですねって、こうなるんですよ。なると向こうの人も納得するんですね、やっぱり。あ、年やからしゃあないわって。でも実はこれだけじゃ全然足りなくて、しかもこの筋力鍛えるよりももっと大切なことがあるんですよ。それが何かっていうと、実は筋肉を緩めてあげるってことなんですね。特にこの前側の筋肉を緩めてあげるっていうことなんですよ。そもそも筋肉ってこういうふうに、こっちの方、前側の方の筋肉の方が力が強いわけで、こういうふうになっていくわけですね。もうここがキープできなくてこうなっちゃってるって、かなり前側の筋肉こう力かかって縮んじゃってるんですよ。じゃあこっち側の筋肉を鍛えて、こっち側の筋力だけでこれを戻すってなると無理があるんですね。こうなっちゃう姿勢の人は最初に何をしてあげないといけないのかっていうと、ここの前側の筋肉を緩めてストレッチしていってあげないといけないんですよ。ここですね、こういうところ、腹筋とかこの太ももの前側の筋肉とか、この胸の前の筋肉とかですね、ここをもう一度伸ばす、ストレッチですね、ここを伸ばす、足の太ももの前側を伸ばしていく、この動きをして、ここの柔軟性を取り戻してあげないといけないんですよ。ここが硬いままこっち鍛えて伸ばしても、ここの硬さが変わらないですから、伸びてもここで止まっちゃうんですね。ここが前のようにぐんと柔軟に伸びるから体って元に戻るんですよ。人の生活っていうのは全部こう前に前に行きやすい生活習慣っていうのが多いですね。物取るとか何でもそうですけれども、歩くとかでも前にこう進んでいくとかですね、かがむ時でもこう向いたりとか、あんまりこっち側の動きって出さないんですよ。だからこっち側の筋肉にばっかりやっぱ圧がかかりやすいんですね。さらにこっち側の筋肉の方が力が強いわけですから、ついつい使う時って前側の筋肉を使いやすい。でこう前重心になっていくと、さらに上体がこう前に行ってかがんでいくわけですから、ここにかかってくる圧ですね、増えていくんですよ。なのでここを伸ばす、前を伸ばすですね、これをやってもらって、姿勢ですね、日常の姿勢、これを少しずつこう上げていく意識ですね、合わせて持つようにしてください。こういった意識があった上での筋トレなんですね。今こんなになっちゃってるとか、こうなりたくないっていう人が筋トレだけ必死こいてやってても、絶対にどっかでダメになっちゃいますから。でここをですね、緩めていくっていう意識を持った上で、生活習慣ですね、ここをしっかり見直していってください。前かがみになってしまうっていうのは日常生活で起こることなんで、日常生活の動き方ですね、この動きを変えていかないとどうしようもないんですよ。でこうなってしまう、ここを伸ばしたのであったら、その分ですね、しっかり今までのようにこういった下を見るような歩き方ではなくて、前を向く、ここの前側をですね伸ばす、膝を曲げないですね、こういう意識を持って、昔のようにそこに近づけるイメージでいいです。まっすぐ歩く、こういうような意識を持って生活するようにしてください。座る時もそうですね、こういう風になって、こんな風にあまりにも下を向くのではなくて、しっかりですね、ここを伸ばす、こういう意識を持って座るようにしてください。若い時はそういう座り方をしていたとしても、他に体を動かす場所があったりとか、動かす時間があったので、そこでなんとかなってましたけれども、年を重ねていくと同じ動きしか一つしなくなってくるんで、じゃあ生活の中が全部これになっちゃうと、やっぱり曲がっていっちゃうんですよ。いくらちょっと筋トレしたところで、それは無駄なんですね、やっぱり。なので伸ばす、ここをまず伸ばすのは絶対ですけど、伸ばしたら生活の中で、その伸ばした状態で生活するですね、ここをしっかりやってください。年を取ることに動きっていうのが遅くなっていっちゃうんでね、やっぱり生活の中で動きが遅くなると、どこに力がかかっていくかっていうと、この前側の筋肉にこう力がかかっていくんですよ。むちゃくちゃゆっくりしゃがむと、やっぱりこの前に全部力がかかっていくんですね。若い頃はすっとしゃがんでたから、この前に力があんまりかからないんですよ。だから合わせて生活の動きも少しだけでいいですから、早くしていく、前に力を入れないっていう意識も持つようにしてください。伸ばす力も入れないですね、生活の中で。この2つ意識していってください。姿勢悪い人っていうのは筋力が弱い以前に、自分の体触ってもらえれば分かるんですけども、筋肉ガチガチになってますから、まずそこをしっかり緩めて、筋肉が正常に動くようになってからですね、そこから筋トレを取り入れていってください。もしくは筋肉を緩めていくっていうのと筋トレを併用してやるようにしてください。
で、それにさらにプラスして今現在痛みがある人っていうのは姿勢云々よりまず痛みを治す高校最重要でやってください。ではチャンネル登録もよろしくお願いします。